江戸川メディアラボがお届けします。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、久しぶりにチョグクの話でございますね。チョグク一家崩壊が確定してしまうという話題でございます。はい、それではね、行ってみましょう。クーちゃん、お願いします。チョグク一家崩壊が確定してしまう。チョグク元法務部長官の娘チョミン氏は、入試に活用した7大スペックが全て虚偽という控訴審判決が出た。チョ氏は、高麗大、釜山大医学専門大学院への入学などが取り消される危機に直面した。大学入学が取り消されれば、医師免許もやはり取り消される。チョ被告の夫人、チョ・ギョンシム東洋、ドンヤン大学教授の子供入試不正容疑などを審理した、ソウル高裁刑事1から2部、オムサンピル部長判事は、11日、米被告に、一審と同じ懲役4年、罰金5000万ウォンを言い渡した。同地裁は、チョン教授の娘の入試用7大経歴について、すべて虚偽の判断を下した。娘の真由美国、丹国大学論文の第一著者への虚偽搭載や東洋、ドンヤン大学総長名義の表彰状偽造などは、K教授が直接手掛けており、ソウル大学公益人権法センターやプサンアクアフェリスホテルのインターンシップ確認書は、チョ元長官と共謀して偽造したとみている。同地裁は、偽造、虚偽書類が、娘のソウル大学医学専門大学院入試課程に提出される過程でも、チョ被告が加担してと判断するなど、3つの容疑で、チョ被告の共謀を認めた。控訴審判決後、高麗大は、立場文を出し、判決文を確保して検討した後、学事運営規定に従って、後続措置を取ると明らかにした。K. 守沢、超人的高麗大総長は、今年6月、国会で、国民の力議員らに会い、二審判決で、虚偽の入試書類関連事実が確定すれば、関連措置を取ると述べている。釜山大も、判決文が確保され次第、本学医学専門大学院入学選考提出書類に関する、判決部分について検討する方針と伝えた。釜山大学入学選考構成管理委員会は、18日、全体会議を開き、女子の入試疑惑に対する最終決定を大学本部に報告する予定だ。女さんは、10学年度高麗大学随時、募集世界先導人材選考に合格し、環境生態工学部に入学した。高麗大卒業後、2015年に、釜山大医学部、随時、募集、自然系出身、国内大学出身者選考に合格し、医学を勉強した。今年1月には、医師国家試験に最終合格、渓谷電力傘下の医療機関であるソウル道峰区、トボングの県一、ハンイル病院で、インターンとして勤務している。釜山大学の異性院入学が取り消されれば、著氏は医師免許も維持できなくなる。現行の医療法は、医師免許の資格を取得するためには、医大、異性院などに入学して卒業し、当該学位を取得しなければならないと、規定している。そこで、チョグク前法務部長官の娘チョミン氏の、過去のインタビューが見直されている。チョさんは、2019年、キム・オジュンのニュース交渉とのインタビューで、高卒になったらどうしようか、という質問に対し、自分の人生の10年ほどが消えるので、本当に悔しいと、しながらも、疲れても構わないが、母がしていないことについて、自分のせいで、責任を負うことには耐えられないと、明らかに。反省してないね。また、試験はもう一度受ければいいし、30歳にして医師にならなければ、40歳になればいいと思うと述べた。はい、ということですね。娘の方全く反省の色がないですね。それではですね、こちらに対して、警告の反応見ていきたいと思います。はい、それではね、一人目。当然高卒になって医者免許は取り消されないとね。庶民に治療を受けたい人なんて祖国やチヨン・ギョンシムぐらいだろう。私が祖国だとデマをしたテゲムンたちも庶民の手術を受けたくはないだろう。1300。このような状況でも国家試験を受けてインターンもするのを見るとメンタルとズーズーしさは一流。634に。厚かましく邪悪な文書偽造犯の家族犯罪団です。主会祖国が早く拘束されることを望みます。384-19。謙虚なやついるのかよ。当然キャンセルされなきゃ。入試の公正性に対する信頼を壊してしまった罪があまりにも大きい。釜山大学、高麗、古陵大学はこれ以上政権の顔色をうかがわずに結論を出せ。悩むことは何か。ただ両親の言いなりにすればいい。308に。
いや、警告の両親に従うってな、それも怪しいけどな。君なんか高卒であれ、中卒であれ、バイトであれ知ったことではないが、お前の不正入学のせいで、正当な努力をしてきた他の人、代わりに不合格になった人は、人生がダメになったことを忘れてはいけない。君が高卒になっても、他の人の人生は復旧しない。40で医者になっても構わないって？盗みは年齢を問わない。黙り込んで、静かに罪を償う気持ちで生きろ。273。取り消しできなければ、2つの大学はゴミになります。268に。その実力でまた試験受ける。99に罪質が凶悪で反省の気配さえ見えないのに、なんと4年に5000万本が話になるのか。一体この国の正義はいつ蘇るの。70こちら、パククネ政府のチェスンジル不正では、娘はメダル馬術を取ったが、あのチョグク家族犯罪集団は国家のためのものは一つもない。資本主義の弱点を利用して蜜の甘い汁を全部吸って、スペックを騙しに自分たちの聖域の作って、とてもエゴイスチックな悪行を犯して、反省は全くなし。これがムンジェインの平均水準だ。ムンジェインの指定敷地の購入も不正だらけ。左派闘争の目標は自分たちが権威であることだけだ。愛国心など一度もない。従え北左派の長であるムンジェインとその者たち。620。はい、ということですね、これもですね、ムンちゃんのせいでした。それではですね、チャットの反応行ってみましょう。いやー、ひでえなー、ムンちゃんのせいか。はい、じゃあね、上の方から行きますかね。いや、この辺から行こうかな、この辺から行こうかな。ね、こちら。ああ、父親があんなんじゃなきゃバレなかったのにね。国も崩壊するだろうから安心してね。みんな仲良くほったて先進国でちょごりぎな。はい、罰金500万弱ってことですね。こちら、取り消されるっていうか虚偽だったら初めからないものじゃん。玉ねぎ全部いたら何もなくなってしまった。わら、政権崩壊待ったなし。だけど受け皿がいる分どうにか。この子だけじゃないんでしょうね。でしょうね。なんかさ、なんか今の話聞いてて、このお母さんの方はさ、やっぱり娘を溺愛するあまりに、超えてはいけないラインを超えてしまったっていうような感じなんだろうけど、こんなのみんな超えまくってんだろうね。多分ね、金あったりするやつはね。はい、これ行こうか。ムンムンが絡むと全て崩壊するって警告民も気づくかな。はい、ね、こちら、叩けばとんでもない量の埃が出ましたね。ゲボゲボ。おい、ちょぐく、竹やりもすてがプルプルしてるぞってね。あとは、これに行こう。こんなのばっかりが医師ならば、そりゃ助かる命も助からないわな。はい、いっか、うまくいくって思ったんだけどな。行くわけねえだろ、こんだけやってりゃ。ちょぐく、長官にならなかったらわからなかったにだ。偉くなると叩かれるにだ。ムンちゃんも気をつけるにだ。ああね、ちょぐくが本部長官だったらね、大丈夫だったかもしれませんね。ここまで来なかったかもしれない。ってことは何、これもムンちゃんのトカゲの尻尾切りの可能性もあんのかな。はい、こちら、なんとなく大学の被害者ずらしてるけど、身のところ相当関与してたんじゃねえんかえ。はい、ね、こちら、金で学歴変えるからろくな大人にならないんだよ。ああ、そうだね。こちら、マー警告は犯罪起こせば起こすほど上にのし上がれる民族の国だし、半世紀なんか一生できないだろうし、政治家や知事になるには家族だって使い捨てでしょ。医師免許がなくなったら患者のふりをして賠償を請求するにだ。被害者の会を今のうちから立ち上げてロッケに入れるにだ。ね、不利に反省ということはないにだ。こちら、娘はそう育てられたから親より更生難しいだろうね。おい、反省の色がないから反省かけて医師になるにか。医師が強いにだ、わら。はい、ね、こちら、批判の内容はもっともだけど、言ってる連中が同類だからな。医師の上にも残念。こちら、ウリナラの両親とハウ音札にだ。正義も音札にだ。愛も音札にだよ。はい、とね、K の平均水準。はい、ということでですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。多分いっぱいいると思うよ。では、また。